はい、今日も世界の遊び大全51というのを遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日は真面目だな今日の挨拶は至って真面目。さあ、一人で遊んでいきましょう。前回はマンカラ、いやマンカラやったんだ。マンカラとドットボックスとちょっと飛んでヘックスっていうのをやりました。はい。で今回はこのヨット。これね、結構やったんだよ。これ面白いっす。皆さんポーカーを知っていますか？これポーカーと一緒でサイコロを使う。なんで喋ってんの？俺にも喋らせてよ。俺にも喋らせてルール説明させてよ。これね、このマスに数字を、こう出た数字をね入れていくんですけど、これ今さ3ペア、3ペアなんだけど、3ペアないんだよ。ポーカーで3カードあるんですけど、3ペアないので4カードかなんですよ。まあ多分見ればわかるということなので、今日はヨットというポーカーみたいなサイコロゲームしていきたいと思います。個人的にこれもうめっちゃ大好き、本当に好き。まあほぼ運ゲーなんですけど、戦略もちゃんとあると。12ターンがあるので、今日はこの12ターンをちゃんと、考えてやっていきたいと思います。まずは一振り。おーおーおお、2と5が来たってことはこれでキープしちゃおう。で、もしも、次2と5、サイコロの2と5くればフルハウス作れるから。6かぁ。6かぁ。まあ、いいや、でもフルハウス狙おっか。フルハウス狙いで。あー、3か、俺持ってないなぁ。で、これだと、2が2個、5が2個、3が1個で、数字選べるんですけど、どうしよう。5を選ぶと、一応10ポイントなんですよ。5×2 で10ポイントなんですけど、ここで10ポイントは正直ね、渋いと思うんだ。3個からがいいんだよね。2はあえて、4にしとこうかな。はい。まあ、いずれね、でっかい数字が出ると見てね。なんでそんなでかい数字出んの？相手、6と3と5と、なんで？なんで崩した今。なんで崩した？ 6、なんで崩した？ちょっと待って。普通弱すぎないか？やばすぎ、チョイス出たー。チョイスはこの今出た数の合計。ちょっと待って、相手の考えてることがよくわかんない。お前バカかって言いたいから。あ、2が3個来た。でも2ね、俺ね、使っちゃってるんだよな。2使っちゃってるからぶっちゃけもういらない。って考えると一番でかい6をキープして、もう一回回していきます。来い6。来ないか。1、2、3、5、6。ちょっと待って、1、2、3、5、6でしょ。これ間が4だったら、ストレートって言って、まあ、ポーカーで言うストレート。1、2、3、4、5みたいな形が、ポイントになるんですけど。これ4がないから、ちょっと、ねえ。6を、どうしよっかな。悩ましいですね。悩ましいな。何を残していくか。まあでも6もどうしてもう一回振るのもあれだけど。いや、ここはでも、あえて、1、2、3、5をキープします。で、これ4狙いでいこう。はい。惜しかった。めっちゃ惜しかった。いや、これ5もったいないよな。でもこれ1、1個しかないけど、1でいこっか。今後に期待を込めてだね。いや、今めっちゃ4で出てる流れだったのに。2が3つ。羨ましいですね。ま、さすがにね、CPU さっきはちょっとよくわかんない動きしたんですけど、1、2、3。おー。いや、2は出すな。よし。これ2止まりだ。多分2にする。はい。まあ、この時点で俺、もう余裕で負けてるんですよ。5対23。障害賃金5対23で負けてるんですけど。なんだ？ 6 が4。ああ、いいね、これ。これさ、フルハウス狙って、いいかな。いや、フルハウス狙おう。あ、4来たー！これフルハウス行こう。出ました。3カードと2ペアのフルハウス。これですね。オッケー。逆転した。うわ、1、3個、でかいね。まあ、言うて1が3個だからな。さあ、次どうする？フルハウス、相手も持ってきた。あ、でもね、数字が低いが、いいんだ。24と9のこの差が出ましたよ、フルハウスのところで。こんなに差が出ちゃったよ。これはね、フルハウスは同じフルハウスだけど、やっぱ数字がでかい方が強いので、俺の勝ちです、もう。あ、でも、言うて負けてんだ。2、2、4、5、6。
4、5、6キープして3狙いでもありだな。そんなうまくいかないか。4、5、6。2は使っちゃってるし、4、5、6キープして、2個見てこうか。はい。1! ぶっちゃけ1もいらないね。変えましょう。4と3、あ、ストレート来た!やった、4つのつながり。4つのつながり、ストレート。いただきました。ラッキーラッキーラッキー。なになになに ?2345。23456。え !B ストレート待って待って待って。俺のさらに上行った。23456だと。30点取ってきやがった。しかも一発で。そんなことある ?3355 で、5を狙ってこっかな。うん、5を狙っていきましょう。5! 6ね、6置いとくか。6置いとこう。6置いて、スタート。5来い!よし !3 個!だから3、いや、これチョイスも強いな。この数字の列だったらチョイス、これはね、数字の合計なので、いや、これチョイスいこう。OKOKOK。追いついてる、追いついてる。俺敵といい感じだ。接戦ですね。これ普通と接戦か。4、5。お、1変えるか ?4 にするか。ついに考え始めたか、CPU。最初のよくわかんなかったか。あ、4また来た、マジで?強いなぁ。よくそんないい数字出るよね。え、なにこれ ?1、4、1、2、3、4、5。ね、これ、ワンチャンスかけるか。ワンチャンスかけて3狙って B ストレート出しに行くか。3狙う。3狙えるか。うん、どうしよう。5空いてるから5にキープしてもいいんだよなぁ。3が出たら30ポイントもらえるんですよ。いや、狙うか。狙うか。3狙おう。6分の1。来い!違う。もう一回行こう。6分の1。カモン!どうしよう。これはね、いいですか。ヨットってのは5個同じ数。なかなかないじゃないですか。だからこれ、一回潰します。もうどうせ来ないと見て、潰しときました。でも逆転のチャンスはなくなっちゃうからな。残しとくのもありなんだけど。てか、数字が強いな。ジゴロも、ジゴロ残した。ジゴロとかもカイジの世界でチンチロよく見てたからな。え、234。待って、なんでエースストレート出してんの?強いよ、相手。まあ、俺狙いは3、4、5、6。そして、B ストレートと、高ダイス。来るかな。1、2、3、5か。いや、これはちゃんとおとなしく5を揃えておこう。5を残しときます。5来い。カモン。4か。あ、最悪4でもいいから。いやー、でもどうしようかな。来なかったら2個になっちゃうのか。いや、5を狙うか。5を狙っていこう。俺は攻めるぞ。5! よっしゃ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 しかも、来た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 こっちこっちこっち。4つ来た。これ強いでしょ。いや、相手も数字高いよ。5を狙っていくのか。砲台攻めろ。あぶねえ。来んな。5来んな。うわ、ぶねえ !3 か。危なかった。いや、危なかった。いや、これ俺また狙いは3456です。3456。3来たね。3。3でいこう。3でいこう。3狙います。来い。2と4か。いや、もう一回いこう。1個来てほしいな。1個来い!あ、来た来た来た!でかいね。よし、ちょくちょくこれで攻めていく。うわ、4来てるな。え、また行くの?あ、そっか、もう4いらないからか。何が欲しいの ?3? な、そんな、変えていいのか?何が欲しいの ?6 いっちゃうの?え、もったいな。相手に上限をする。もったいないと。はい。5と6来ました。3、4、5、6。
3456か。これ4キープするか。4が2個あるから4キープします。はい、あ、来た。あ、また4来た。やった。え、これは最悪4来たらヨットいけるんだけど、でもヨット埋まってる。あはは、来ちゃった。来ちゃったね、ヨット埋まってる。うわ、さっき、いや、もうこれでもなかなかないですからね、4が5個来ることなんて。だって6分の1が5個来るんだよ。そんななかなかない。初めて出したわ、なんなら。これは強いぞ、俺。あ、6出してきました。でも相手6いらないんだよな。222残すってことは、もしかしたら4カード、4ダイス狙ってるな。来ない。かわいそうになってくるな。あ、来ないですね。ってことは相手0だ。ヨットを捨てるか。じゃあ俺5と6狙います。Bストレートもしくは5と6。6来たから6残すか。6残し。はい。来ないからもう一度ですね。はい。来た。強すぎる。強すぎるこれ。最後5をね、狙っていきましょう。ちなみにね、上の数ね、全部で合計63個集めたらボーナスってのがもらえるの。ボーナスプラス35点もらえるので、ほぼ勝ちみたいなね。相手めっちゃ頑張ってるけど、1なんだよなぁ。さあ、残り2ターン。5狙います。もしくは B ストレート。5はなしか、1、2、3、4。あ、結局5狙うのか。でも全部、出ましょう。5狙いましょう。はい、まず1個。3、4、5、6。惜しいね。5。あ、5来た。10。これ足りるな。これプラス35点いけるぞ。はい。ボーナスもらえます。これ強い。これ強すぎる。いや、もうどうあがいても勝てないと思われて。かわいそうなんてくる。もうここまでくる。消化試合ってやつですね。負け格で分かってるのに。振らなきゃ。ええー、つえ !4 ダイス来たじゃん。あ、4ダイスじゃないのか。4なのか。あー、もったいない。惜しいな、相手。最後 B ストレート出しちゃおう。1、2、4、5。3が来れば勝ちですね。あ、逆だ。1、2、4、5。3が来たら終わりです。はい、来ました。B ストレート。やばい、これ点数、めちゃくちゃ高い。俺、一人でこのゲームやってたけど、なかなか200超えることなくて、これめちゃくちゃ高いよ、点数。あら、4カード、4カード出して。ああ、出なかった。いいのか、CPU。0点出ちゃったね。どんまい。はい、俺の勝ち。もう100点以上差が開きました。で、これは結構出したな。相手普通なんだよね。めちゃくちゃ強い時に出したかったな。これ面白かった。ヨットの上で遊んでたからと言われてるんだって。あ、そっか。船の上でカードとか使うと、もしかしたら揺れて落ちちゃったりするから。こっちの方がいい。チンジロみたいなね、サイコロの方がいいのか。外れ飛ばされないもんね。そんな由来があったんだね、ヨット。ピアノ。なんか時間余っちゃったので、ピアノでもしようかなって思います。俺昔ヤマハ音楽教室ってとこ行ってたんだよ。これプレイするでいいの？これでよい。あ、できんじゃん。これってもしかしてタッチしなきゃいけない？携帯モードじゃないと無理じゃん。できないじゃん。何が尺合わせだ、何が時間合わせだよ。ピアノできないじゃねえか。